This could be good for me. Lately I've...さあ始まりました。本日もシンボルのチャート分析させていただこうかなと思います。現在の時刻ですけども、12月3日13時47分 YouTube 録画しております。現在のシンボルですけども 37.4 円ということで、ちょっと値段の方がですね、少しずつ安くなってきているような今フェーズに入ってきているのかなというところですね。皆さんも心配されている方もね、少なからずいらっしゃるかなと思うんですけども、ちょっとやはりね、シンボルの人気っていうのは相変わらず高いなという形で、まあ、どんな仮想通貨持ってるんですかってちょっとインタビューさせていただいたりとか、私はシンボル持ってますとかね、ちょっとそういう声がやっぱり私の方にもかなり届いてきてますので、まあ、最近のシンボルの人気はね、まだまだこれからですし、まあ、かなり高いものがあるなって改めて実感しています。まあ、ただちょっと心配することで言うとですね、まあ、最近エアドロップとか、ちょっと上がっていたものの仮想通貨ですね。この辺の動きが芳しくないなっていうふうに皆さんも思いませんか？例えば OMG、それから IOST ですね。直近エアドロップがあった後ですね。ちょっとこの辺の株価じゃない仮想通貨の動きが、ちょっと芳しくない感じは受けております。特に OMG ですね。こちらの方はもう高値から半分ぐらいになってきてしまっています。まあ、そういうような状況もありますので、高材料が出た後のこの動きの弱さですね。まあ、こちらのシンボルで言えば、まあ、バイビットに上場しまして、まあ、お祭り騒ぎみたいな形で64円ぐらいまでね、上がっていきました。その後一気にね、また元の値段に戻ってしまったので、これは何だったのかと。バイビットの上場は幻かっていう形ですよね。ちょっとそんな感じにも、がっかりしてしまった方も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、また休んでで買えたなと思っている方もいらっしゃるかもしれません。まあ、その辺はご意見分かれると思うんですが、OMG もちょっとエアドロップでね、ボバというものがもらえるということで、結構値段が上がっていたんですけども、そこから一気に下落してしまって、今またね、2桁ですよね、900円ぐらいですか、今。かなり安くなってしまったという状況があります。まあ、ですので、ちょっとね、そういう感じで今、特徴を見ていくと、こちらのね、シンボルもちょっとその渦の中にいるのかなというのがちょっと残念ですよね。今本当になかなかこう一回下げ始めてしまうと、なかなかこう上に行くまでにすごい時間がね、以前のようにすぐ戻すってことではなくて、ある程度ね、こう下まで行ってから戻るみたいな感じのことが結構多いですね。ちょっとこれが IOC もそうですけども、特に OMG 厳しいですね。まあ、シンボルもそうならないといいなと思うんですけども、もし最悪のね、シナリオもやっぱり描いておく必要はあるかと思うんですけども、例えば OMG のように半分ぐらいになってしまうというと、64円ぐらいから下がってますから、32円ぐらいが半分までの下がりですね。ですので、あと5円ぐらい下げていくと、ちょっと OMG の形とほとんどね、同じようになってしまうということなんです。まあ、ただね、私の中では OMG とシンボルを比較したときに、どちらかというとシンボルの方がやっぱり強いのかなって、ちょっと思ってますね、いろんな意味で。となると32円まではいかないのかなというふうに私は考えております。まあ、それはね、地政的なリスクとかね、そういうのは踏まえてちょっと想定できないんですけども、まあ、一般的な動きとすると、やっぱり今気になっているのはオミクロン株のこの動向ですね。これがどこまで広がっていくか。それから、まあ、節税の問題も結構あると思う。これは例年あることなんですが、これもありますね。それから、まあ、アメリカなどでね、今、金利の問題ですね。これがちょっと今引き金となって株価が下がってたりします。この辺の影響が今どこまでね、織り込まれているのかっていうところが、まだちょっと何ともはっきりしてないですね。ですので、この辺、プラス、地政的なリスク。この辺は突発的に出てきてしまうものなんで、まあ、ちょっとこの、主だったものが3つと1つですね。まあ、隠れた地政的なリスク。これを4つがどういうふうにここにね、影響を波紋のように広げていくかっていうところが、まあ、32円までいかないで済む形にはなるかなっていうところで、見ていければいいなと思いますね。まあ、この辺が悪化していきますと、やはり32円の方に OMG のような形として半分ぐらいの価格になりかねないというか、今瀬戸際に来ていますよね。まあ、ただシンボルにおいてはそこまで下がらずに私は上がっていけるんじゃないかなとちょっと思ってますね。36円、5円ぐらいではちょっとコツンとね、そこを打ったような形でまた40円の方になんだかんだ言って戻ってくるのかなと思います。私はそう思ってますね。ですけども逆にね、どんないい仮想通貨だとしても、やっぱり下がるときは下がりますので、まあ、下がってもしね、自分の中で余裕な資金がありましたら、またシンボル数をただね、淡々と増や、コツコツ増やすというのみだと思いますので、まあ、その辺は臨機応変にね、やっていければいいんじゃないかなと思いますね。まだまだ来年以降のね、動向っていうのをしっかり見ておくべきだと思います。今年で決着がつくわけでは全然ないですし、まだ
こうなんだかんだ言ってシンボルって以前からあるように皆さん思うかもしれませんけども、新しい仮想通貨なんですよね。ですのでそこをしっかりまたね、もうなんていうのかな、こう受け入れて、傍受して、利益があるものだったら傍受してですね、自分の中でしっかり受け入れて、そこはしっかり利益も取っていきたいと思います。やっぱり新しい仮想通貨っていうのは人気が出やすいですし、まあ、ニュースの在庫は豊富なんですよね。やっぱりこれから上場していきますよとか、エアドロップしますよとかね、いろいろで、まあ出たばかりのところよりは、それからもういろんなところに上場している場合だったら、もう上場したくてもね、全部してますよっていうことになってくると、上場しますよ的な上がりがないわけですよね。まあ、シンボルは逆で、まだまだこれからの仮想通貨ということを踏まえていくと、まあ、この 37.5 円っていうのは、まあ比較的私はやっぱりリーズナブルとしか思えないですね。まあ、ただ買うタイミングもあるので、まあ、自分の無理なのないようにですね、今は無理するタイミングでは全然ないですね。ボラティリティがめちゃくちゃ高いです。ですので落ち着いた頃に買い増しをしていくっていう方が、私はまあ損しない結果にはなるんじゃないかなと思います。まあ、ただ価格の問題もありますので、ここからね、また50円とかに上がってくるとしたら、やっぱり 37.5 っていうのは、そこから見たら全然安いなっていうところになりますので、まあ、増やせる時が来たらしっかり増やしていく戦略で、これからもシンボルとはお付き合いしようと私は思っております。まあ、チャートの分析でいくと、まあ、このままだとね、MACD も下向きですし、いろんなね、このボリンジャーバンドとか見ても、ちょっと下向きの結果になりそうな形には見えるんですね。まあ、この見たものだけ信用した場合ですね。まあ、ですので、一応35円付近までちょっと下落していくパターンなのかなと、一旦はですね、そんなような設定をして、まあ、強ければですね、ここにちょっと、ボックスでレンジを組んだあたりにまた40円というのを超えていけるんじゃないかなと思います。まあ、ここが今度はね、レジスタンスとして意識されて、ここでまあ打ち返されて、またこの値段になって上場の何かニュースが出るかな、みたいなちょっと、こう、なんでしょう、楽しみを持ちながらね、しっかりトレードしていくっていう形にはなるんじゃないかな。ちょっと漠然とですけどね、そういうイメージしてますね。あと強ければね、ここからいきなり上がっていくってこともあると思うんですけども、今はなかなかちょっとそれを望むのは酷かなってちょっと思いますね。まあゆっくりゆっくりね、やっぱり値段の方を回復して上がっていくっていう形を取る方が、まあ、長期的に見たらね、いいんじゃないかなっていうふうにも思いますので、まあ無理のないようにシンボルを増やしながら、その上場だったりね、そういうニュースが出た時のこう上昇に乗ると。いう形で対処してみようかなと思います。まあ、しばらくは横に動いたり下に動く目線でちょっと捉えていて、まあ、上にこう行くっていうのが確定したところでね、ちょっとマックリーダーの参考にタイミングを見計らってしっかり増やしていくっていうのでもいいと思いますね。まあ、たくさん持ってる方はあんまりね、こう増やさずに、もしかしたらどっかで急落が来て 20% 下落、30% 下落、その時に変えるような準備をしておくのもいいかもしれません。いろんな選択肢を増やした中で、これからもね、シンボルと向き合って投資を続けていくっていうのが、長期的に見たらやっぱり勝てるね、法則だと思いますので、ぜひその法則をこれからも私はやっていきたいし、皆さんと一緒にね、シンボルで利益を出したいなと思っております。ということで、今回のシンボルのチャート分析ですけども、いかがだったでしょうか。ちょっとね、今動きがないんでね、非常につかみどころがないんですけども、まあ、その中でもしっかりシンボル動いてますので、しっかりですね、皆さんとこれからも向き合って、頑張っていきたいなと思います。どうか応援よろしくお願いいたします。ということで今回のシンボルのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。